やっと着いた。ここが噂の秘湯か。山の中歩きで4時間もかかった。え、足湯？ここ足湯なの？山奥の秘湯って言うから4時間もかけて登山してきたのに足湯？秘湯って聞いたら疲れるレベルだと思うじゃん。ネットに騙された。いやでも看板が間違ってる可能性もある。一回入ってみよう。めっちゃ足湯だ。全然浅い。足湯の中でも浅い方だ。くるぶしくらいまでしかあったかくない。こんなんじゃ登山の疲れ取れないんだけど。このコンディションで下山しんどいって。マジふざけんなよ。このために登山グッズ買ったのに、わざわざ登山用の靴とバッグ買ったのに、ネットに人気スポットって書いてあったから土日だと混むと思って有給取ったのに、有給取るために上司とめっちゃ揉めたのに。せめて景色だけでも楽しむか。景色悪っ。目の前崖なんだけど。せめて景色くらいはいいとこであってくれよ。ん？看板よく見たらなんか効能書いてあるな。効能、腰痛。腰に効かないだろ。腰まで使ってないんだから。腰に触れずに腰が治ることなんてないよ。4時間山の中歩いたからふくらはぎと腰しんどいのに。猿だ。山奥だから猿も出るのか。猿も足してる。猿の足初めて見たな。ただお前はサイズ的に頑張ればお湯疲れるだろ。小猿もいた。足届いてないじゃん。座ってるだけだよそれ。え、雷。雨の中の下山はきつすぎるって。天候悪くなる前にもう行くか。おい嘘だろ。猿に靴盗まれてる。